盆栽。盆栽とは、草木を、鉢、盆栽鉢、盆木に植えて、枝ぶり、葉紙、幹の肌、根及び鉢、もしくはその姿全体を鑑賞する趣味。自然の風景を模して造形するのが特徴である。植物を鑑賞する方法として、植木鉢に栽培するのは広く行われるもので、鉢物などと呼ばれる。盆栽は講義にはこれに含まれるが、 盆栽はその中で独自の位置を持つ。その目的は自然の風景を植木鉢の中に切り取って作り出すところにある。その植物の山外で見られる大木の姿を鉢の上に縮小して再現することを目指すものである。そのために剪定を施したり、自然の景観に似せるために枝を針金で固定した時に屈曲させ、あるいは岩石の上に根を張わせたりと、 様々な技巧を競うのも楽しみの一つとされる。施肥、剪定、針金かけ、水やりなど手間と時間をかけて作る。生きた植物なので完成というものがなく常に変化するのも魅力の一つである。中国で唐の時代に行われていた盆景が平安時代に日本へ入ってきて始まった。古くは盆山。 パチ木作りの松などとも呼ばれた。脳には、八木の演目があり、鎌倉時代には、武士階級の趣味として広く普及していた。江戸時代になると、盆栽の栽培が、盛んになり、盆栽や園芸は交流する。明治時代以降も盆栽は、粋な趣味であったが、培養管理、育成には、水やりなどの手間や数年がかりの長い時間が必要な、ために、 生活環境の推移によって次第に愛好者は時間的余裕のある熟年層が多なった。そのため戦後から1980年代ぐらいまでの間は年寄り臭い趣味とされたこともあった。しかし1990年代以降盆栽が海外でも注目を集め英語でも盆栽と呼ばれることもある。名品と評される盆栽においては 樹齢100年から300年以上のものが知られるが、近時は、盆栽の促成栽培の技術が向上し、短期間でも、例えば10年未満相応のものに仕上げられることがある。樹齢が明記されることも少なくないが、実際には、樹齢の正確な把握は容易でないことに注意を要する。数ある松の品種の中でも、葉の短く、節間が短い、八房、八つ房という種類が、 盆栽においては、小さい鉢の中で大木を表現するのに適するため、新調される。黒松、ぶき、寸小杖など、や五葉松、銀八房五葉をイコール略して、銀八、随章、九十、病状などに多い。過去において八房ブームの時代があり、特に八房五葉松は、陶器の対象となって広がるとともに、値段が高騰し蘇生乱造されるに至って評価を、 落とした時期もあった。しかし、近年、樹齢50年足らずの随章が盆栽店の中でも最高峰とも言われる国風店でグランプリを取り、再び評価されるようになってきている。また石化製といって早みきの一部がハケ状になるものもその形の面白さから珍重される。石化ヒノキや石化黒松、石化杉がこれにあたる。ドライ盆栽は盆栽の一種。 枯れ盆栽とも呼ばれる。盆栽業者の藤田茂雄と、キュレーションジャパンの西恩寺薫によって開発された。通常、盆栽は生きている樹木を、剪定や水やりなどの手入れによって維持する必要があるのに対し、枯れた状態であるためそうしたメンテナンスが不要である。枝や幹の一部分が枯れることによって、樹皮が剥がれ白色の木質部分がむき出しになることがある。 こうなった部分を枝で起こったものを人、幹で起こったものをシャリと呼ぶ。自然に起こるものだが、盆栽では彫刻刀などで削り人為的に作り出すという技法がある。主に、マがしワなどの昇博に行うが、梅などにも施すことがある。東京小石川周辺の盆栽業者が関東大震災で被災し、この地に移住して形成された地区江戸時代から、 関東地域の植木を支える地域としての産地、香川県木梨地方は、松盆栽のシェア8割を占める。生産の主流は、黒松が多い土井町南部の東赤石山と、西赤石山一帯に御用松が自生。これを、麓の地域で栽培し盆栽として加工している。那須御用松の産地、那須の茶臼だけ周辺に自生。蔵王御用松の産地、 その他にも盆栽育成の盛んな地域がある。日本の盆栽はヨーロッパでは1970年頃から盆栽として根強い人気がある。盆栽は日本から盛んに輸出されるほかヨーロッパ産の木を盆栽に仕立てることも一般化している。1970年代にはすでに米国やヨーロッパにおいて盆栽協会がある。 ヨーロッパにおいて最も盆栽文化が普及した国はイタリアとされ、1964年に村田賢治盆栽入門書が初めてイタリア語に翻訳れたのを皮切りに盆栽の愛好家が少しずつ増えていった。1970年代後半から日本からの盆栽輸入が始まり、1980年初頭に盆栽愛好会などが誕生し始めた。 愛好家や盆栽専門家による盆栽展なども各地で開催されるようになり、イタリアには日本にもない盆栽のための専門学校まである。1989年4月6日から9日に、第1回世界盆栽大会が大宮市、原埼玉市にて開催され、参加国は32カ国、参加者は1200名に達した。それに合わせて、世界盆栽友好連盟。 WBFF が発足。また、第1回世界盆栽大会を訪れて影響を受けたイタリア人によって、1990年にはイタリアで第1回ヨーロッパ盆栽大会が開催された。1989年以降、4年ごとに世界各地で世界盆栽大会が開かれるようになり、これまで米国のニューオーリンズ第2回、韓国のソウル第3回、 ドイツのミュンヘン、第4回、ワシントン DC、第5回、プエルトリコのサンフアン、第6回、中国の禁断市、第7回で開催された。2017年の第8回世界盆栽大会は、世界盆栽大会員埼玉として、初回開催地の埼玉で4月27日の30日の4日間で、開かれ、参加国は40カ国、参加者は1200名に上った。 第9回大会は2021年にオーストラリアのパースで開催すると発表された。2008年10月15日、オランダ輸出向けの庭木より、ごまだらかみきりが規制されたものが見つかったことにより、輸入規制強化の緊急措置が施行された。ゴマダラかみきりが侵入しない施設で2年間生育されたもの以外は輸入を認めないとする内容であり、2009、2010年度の 輸出が事実上不可能となった。チェトロによると、盆栽と庭木を合わせた日本の輸出額は2001年時点で6億4000万円だったが2011年には過去最高の67億円に達した。なお、基本的に植物であるため海外に発送するときには権益が必要となる。インターネットオークションなどが発達し国境を越えた。 個人間の売買が簡単になった近年では、検疫を行わずに盆栽を日本国外に輸出しようとする事件が時折発生している。2016年2月、日本人クリエイター今吉正幸、正則今吉が磁力の力で浮かせる空中盆栽を発明、米国のクラウドファンディングで発表。米国紙、タイムで紹介されたことにより、盆栽の名前が 世界中に広まる。1965年、盆栽愛好家の団体、日本盆栽協会が設立される。盆栽師、盆栽コレクターだけでなく、盆栽を楽しみたいという初心者でも入会ができる。海外の会員も多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。